スカイ号パンダ号スカイ号とは、東京都台東区上野と青森県青森市及び五所川原市を結ぶ広南バスが運行する高速バスである。本校では、夜行便のパンダ号、パンダ号東京新宿線及びエンブリ号から名称変更したパンダ号八の線についても記載する。どちらもすべての座席が指定のため、利用には事前の予約が必要。 上野駅前、青森駅前を運行する中高便。以前は青森上野号の愛称だった。スカイターン号で好評だった格安、往復割引運賃を設定した。2006年9月のスカイターン号廃止に伴い、経路を広崎バスターミナル経由に変更。ボタン平、ハグロ平、青森大野停車を廃止した。二千十年九月十三日出発便により、 青森上野号は、スカイ号に改称した。競合他社である、ツアー系事業者のウィラーエクスプレス、道のりエクスプレスや桜観光は、中高便を運行していないため、中高便としては、唯一無二の存在である。上野駅前、青森駅前を運行する、夜行便。通称キングオブ夜行バス。旅行会社主催による、ツアーバスに対抗するため低コストな貸切バス車両で、 運行する。運行開始後90日間の平均乗車人員は40名。2006年7月より、東日本フェリーを乗り継いで函館まで連絡する高速バスとフェリーのセット乗車券を新設したが、高速線の運行休止により2008年10月末をもって廃止。その後、2009年2月1日より、東日本フェリーの航路を引き継いだ。 道南自動車フェリーとのセット乗車券として再発売された。2014年3月1日よりかつてツアーバスとして運行していたアップル号がパンダ号東京新宿線に解消された。道路線についても本校で記載する。この解消で青森市内の停車が廃止された。演武号として青森駅前、八戸駅。 バスタ新宿間運行していたものを2021年7月から青森駅前、八の平上野駅前間のパンダ号にリニューアルした。太地は停車停留所2016年12月1日から青森上野号。ありがとうございます。